ジェールバードはアメリカの作家カート・ボネガットによる1979年の長編小説。主人公のウォルターが労働葬儀、第二次世界大戦、赤狩り、ウォーターゲート事件といったアメリカ社会における様々な歴史的事件に巻き込まれていく上で歩むことになる数奇な人生を描いた作品。著者自身はエッセイパームサンデーにおいて 本作を A ランクの作品だと自己採点している。資本家、マッコーンの使用人の息子として生まれたウォルターは、ハーバード大学に進学、その後連邦政府に勤務し、第二次世界大戦後間もないドイツでルースと出会い結婚する。しかし、学生時代からの友人で、同じく政府の高官だったリーランド・クルーズがかつて、自分と共に、 共産主義者であったと証言したことがきっかけで、1953年に政府の仕事を首になる。妻の仕事を手伝う失業時代を経て、1970年に再び政府から青少年問題特別顧問の仕事を得るが、1972年に起こったウォーターゲート事件に巻き込まれて投獄される。2年間の刑務所生活の後、出所したウォルターは、 かつての恋人であり、現在は超巨大企業ラムジャックのオ株主でありながら、ホームレスのふりをしているメアリー・キャスリーン・オルーニーと出会う。彼女は、ウォルターと彼が出所してから出会った人々にラムジャックの子会社の副社長の座を与えるように会社に指示する。だが、その後交通事故にあって死んでしまう。メアリーは死に際、自分が死んだらラムジャックの富を、 アメリカ人民に寄贈するようにという遺書を公表してくれとウォルターに頼むが、彼は彼女の死を世間に公表しない。2年後、偶然から彼女の死が明らかになり、ラムジャックは解体され、政府によって競売にかけられる。ウォルターは遺書隠蔽の罪で、再び刑務所に入れられる。ありがとうございます。